東京赤坂の TBS ラジオから生中継中。ライムスター歌丸。アフターシックスジャンクション。ミュージックゾーン。ライブ&ダイレクト。さあ、ここからは毎日ライブや DJ プレイの様々な形で音楽を届けするライブ&ダイレクトのコーナーです。今夜のゲストは番組初登場、7月26日にデジタルアルバムオールウェルをリリースしたクール×DJ 渡来のお二人、渡来さんはいつもね、番組お世話になってて、まあ、ここのところはちょっと、リモートが多かったですけど、本日はお二人 TBS ラジオ第6スタジオにお越しいただいて、これから生ライブを披露していただきます。クールさん、渡来さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。ね、渡さんどうもいつもお世話になってます。そしてクールさんは初めましてなんですよね。そうなんですよ。でもアルバム素晴らしかったです。ちょっとね、ちょっといろいろ伺いますけど最高でした。はい、ということで改めてクール×DJ 渡来ご紹介しておきましょう。はい、まずはクールさんのご紹介です。俳句の句に潤うと書いてクールさん。横浜生まれ横浜育ちの MC、MPC バンドミーターズのフロントマンとしても活動中です。中学生の頃三品キャンプに衝撃を受けてラップを始め、 UMB Choice is Yours 2018など様々なバトルにおいて優勝経験があります。そして DJ 渡来さんです。1991年頃より渋谷や六本木を中心としたクラブやダンスイベントで DJ 活動をスタート。日本を代表するヒップホップの聖地渋谷クラブハーレムのオープンから25年間レギュラー DJ を続けていらっしゃいます。そして1995年頃より楽曲の制作を始めていて、ライムスターさん、ムロさん、ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドさん、ミーシャさん、アイさん、ダブルさんなど様々なアーティストに楽曲を提供されています。そして7月26日クール ×DJ 渡来名義でデジタルアルバムオールウェルをリリースされました。はい、改めてじゃあお二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。オールウェルはアルバム配信されてすぐに私の、まあ、すみません、ちょっと身内のことなんだけど、私の奥さんが結構まあゴリッとしたヒップホップ好きなんですよ。ゴリッとしたストロングスタイルヒップホップすごい好きで、で久々にガツンとくるの来たっつって、最高のアルバム出たよっつって、でライムスターのマネージャーのホッチに、全然そのうちがやってるって知らない、スタープレイズのリリース知らなくて、ホッチやべえの出たよみたいな感じの連絡をよこして、それが実はクール君だったという感じなんですよ。なんで妻も喜んでおりますって言われました。はい、クール君ね、ずっと長年もう活動してきてる中ですけども、はい、今回この和田さんと DJ 渡来とこう組むアルバムを出そうと思ったのは何でなんですか？本当にたわいもないイベントから、本当リリースパーティーから初めてお会いして、うん、でその時に番号を交換して、うん、で、まあ、ちょっと UMB 関連で楽曲をやることに、うん、ありがたいことにさせてもらって、で UMB この Choice is Yours っていうのの、うんうん、その準決勝から決勝まで、うん、和田さんがの、DJ を全部を僕が選んでて、うんうんうん、そっからですね。へー。そっから和田さんが一緒にやろうかって言ってくれて、うんうんうん、ねえ、和田さんのビートをそのぶっといその本当にストロングスタイルヒップホップというかと、そのクール君のもう本当にド直球むき出しのラップ力だけで勝負みたいなのって、はい、それは相性抜群だもんね。それはね、すげえやっててすげえ楽しかったし、うん、すごい良かったです、ね、もちろんその今風のいろんなヒップホップのスタイルってすごく多様化してるけど、やっぱさ、その直の腕力にかなうものなしっていうか、はい、そうです、ね、僕もそこに食らってたんで、うんうん、やっぱりそういうアルバムを和田さんとはやりたいなと思って、うんうん、やらせてもらいました。いや、それ本当にそうなってると思うし、はい、和田さんから見てクール君はどうだったんですか？その一緒に初めて会ってから、どういうラッパー、初めて会って、でまあいろいろそのバトルとか、うん、まあそのさっきも言ってましたけど、 UMB のその曲出して、うん、ですごくこうラップのスタイルが、うん、ラップもすごい、うん、なんていうんですかね、こう王道で、うん、王道じゃないですか、うん、ですごくレイドバックしてるけど、なんかすごく、うん、さらに歌心もあって、うん、そうね、メロディックなところっていうかね、はい、なんかいいところで、そういうなんかすごいストレートなのに、なんか歌声、うんうん、本当ビギーじゃないですけど、上昇性もあるしね、はい、うん、確かに確かにかっこいいな、そうだね、で、まあ、ちょうどコロナ禍に入って、うん、まあ時間もできたんで、うんうん、もうこれは今しかない、あ、やるなら今しかないって言って、もうすぐ電話したの、うんうん、ちょっとアルバムやりません、一緒に、あ、すげえ、和田さんから声かけてってもあんだ、へえ、よかったらやりませんか、やば、これはみたいな流れです。いや、インスタの DM 見たら、うん、渡来ってなって、
そっからです。へえ。でもそれはもう綿さんが見込んだラッパーっていうことだから最高の。いや最高に嬉しいです。でも今綿さんの説明すごい僕腑に落ちました。やっぱあのビギーとかみたいにすごい、はい、あの正統派のテクニックなんだけど、そのフローそのものにメロディックっていうか叙情性があって、うん、しかもそのクール君の今回のアルバムのなんかそのやっぱちゃんといい年重ねてきて人生経験もある中の、はい、なんていうかな、むき出しのでもちゃんとこうなんか B ボーイとして格好もつけるっていうか、はい、そういう矜持があるっていうか、そうです、うん、すごい、それと最高の化学反応を起こしてると思った。ありがとうございます、うん、じゃあトラック送られてきて次々、いやもうそうですね、うん、一応選ばし何曲も送っていただいたんで、うんうん、結構その中からこれやりたいですこれやりたいですみたいな。綿さんのトラックなんてねもう全部クラシック級だもんね全部 やりたいんですけど、うんうん、おかっこいいと思ったら DJ 渡来ですよ、はい、そうそう綿さんはクール用にそのトラックをやるにあたってなんかこういうトラックにしようみたいなのあったんですか、はい、あの最初にその、まあ、コロナでまあ、毎日ずっと家でビート作ってて、うん、まあ、ある程度溜まってそれを一回聴いてもらったんですけど、うんうん、まあ、そこから何曲か選んでもらって、そこからさらにもっとじゃあこういうの、あの、うん、曲を取っていくうちに、うん、もっとこういうのもやってみよう、ああいうのもやってみようって二人でこうアイデアがいろいろ出てきて、うんうん、でそこからどんどん増やしてたっていう感じですね。あ、本当に、はい、あのまあ、どれも本当に素晴らしかった。カレンダーのトラックとかいいなみたいな、このトラック先もらっときゃよかったなみたいな、ライムスターもらっときゃよかったなみたいなね、あったし、あと、まあ、これはもともとはだからあれはレッドブル企画なのかな、この64バーズっていうね、64小節、まあ、いろんなラッパーさんが、マミリーさんもやってますけど、はい、これの入っててこれとこそもうむき出しのラップ力問われるっていうかね、俺本当に64バーズやってる全てのラッパーに全員に質問したい、どうやって書いたのこんなことどうやってできるのって思っちゃう、うん、もう向き合って、うん、ちゃんとビートに向き合って書きました、ね、うん、あの頭からって感じ、それ、そうですね、頭から書きました。クール君は普段も割と頭から書く感じですか。そうですね、バース書いて、うんうん、フック書いてっていう感じでやってます、うんうん、いやだからちょっとなんか今時ないって言い方をでいいのか分かんないけど、うん、あのヒップホップとかラップっていいなって、あの改めてヒップホップ50周年とかさ言っていろいろちょっとやっぱ思うじゃない、なんか、はい、ヒップホップいいなとかさ、はい、ラップいいなとかさ、はい、むき出しのラップいいなとか、はい、なんかそういうことを思うタイミングでもあって、まさに日本からのズバリの回答っていうか、日本語ラップしかもすげえ日本語じゃん。そうですね、もうだからなんかあちゃんとした回答になってるよみたいな、嬉しいよこんなアルバムが今年聴けてってすごく思いました。めっちゃ良かったです、最高でした、嬉しいですということで、今日は、まあ、スタジオライブということでやっていただく、うん、あのね、スタジオライブもあのコロナ中は全然できなかったことなんで、はいはいはい、あのこうやってお越しいただいてやっていただくのすごい嬉しいことなんですけど、どんな感じのライブっていうか、もちろんあれです、あやっぱね、あプロドリンク、あそうですか、ライブマミディプロデュースプロドリンク、はい、やっぱしいただいて、はい、我々もプロドリンクいただきます、いただきます、いただきます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ、オールウェルからの曲をじゃあ生で披露していただく感じでしょうかね。そうですね、うん、あのイントロから5曲ぐらい、うん、うまいよね、やらせていただきます。素でさめっちゃすでおいしいっすねはい、5曲、はい、うん、はい、よろしくお願いします、ガツンっていう感じですかね、はい、あのでも綿さんのバック DJ でどういう感じのライブ見せてくれるか本当に楽しみにしておりますということで、ここからはクール ×DJ 綿来によるアトロックスペシャルライブ、ここ TBS ラジオダイレクトスタジオから生でお送りしたいと思います。ぜひ皆さんリアルタイムでの感想をお待ちしております。本当にクール君の熱い言葉っていうのを受け取って、いろんなあの普段からヒップホップ聞く人じゃなくても、うん、いろんな立場からの感想をお待ちしております。宛先は歌丸 @tbs.co.jp 歌丸 @tbs.co.jp までお送りください。それではクール ×DJ 綿来行ってみよう。さん、日比さん、ありがとうございます。 Yeah! DJ 綿来 and Cool Baby よろしくお願いします。まずはプロフィール。 Yeah!
ぜひ聴いてください。One, two, yeah, ただやるべきことをやり天高く飛ぶ。神は笑わずも我は羽ばたく。当てはないようでどこか転がる一つの事柄に目を離さず。都会雲の目を抜けまたポーに物の毛に向けそこをどけ。リーローフェイクもてめえであれ時に雲合間から晴れと雨あられ、フリーズ固まった夜中ブリーズ冷たくも風を背中手を伸ばせば現実の味がした上でもて遊ぶのさフォーカスキャラのスキルと歯これはミュージックアート一つのラフ閉じこもってちゃ見れないものもある塞いだ耳の隙間へ音止まる俺のプロフィール全て語る言葉好きは多くもラブは一つの差がコンテニューなきゃライフディープ打ち込む玉生きた奇跡誇るこの名俺のプロフィール全て語る言葉好きは多くもラブは一つの差がコンテニューなきライブにぶち込む球生きた奇跡あるだし誇るこの名クズスピーナス巻きクッソ洗濯ペンは2と妙にジャストフィット押すドアビーツから渡らいビート景色見てただ途中でスピットウォークトゥウォーク何を持ってこう夢に希望よく譲れないもの街をウォークトゥウォーク何を持ってこう影も光も隣の出来事リスナー何枚ものフライヤーを巻いてその何枚ものフライヤー乗る前ね勝ち負け世界じゃないが息巻いて味出せよまたぎ言葉を吐いてる甘かかる竜捉えた目見える神より祖母へと増したてアイスファームと宝の仲間のプレイ釣られ巻き込み今日も強くなれる俺のプロフィール全て語る言葉好きは多くもラブは一つの差がコンテニューなきライフにぶち込む玉生きた奇跡アウトし誇るこの名俺のプロフィール全て語る言葉好きは多くもラブは一つの差がコンテニューなきライフにぶち込む玉生きた奇跡アウトし誇るこの名Yeah, スーパーブーンベビーアトロックお聞きの皆さんも聞いてってください Listen スーパームーン影を地球食らう夜に仲間 MV アルバムジャンプダウン LP は速攻で予約上がるパイプそのままに書き出す混雑バイパス計1号ラインから中5工場地帯からラボ64バースかけたマウリロ走るカーからブラックなダイヤモンラララフローマキャフォー今が最新版きっと明日は今日こそ自分が出番泳ぐ大会欠かせないビート版手じゃなく耳手比喩にピントアップ目先構想ビル点滅ストロボスコープの陽線光闇を点灯熱直そ熱いヒートポール港から合図だ糸号上昇グナ衝撃ショーチェキヘビ初期ショードはちょっとじゃなく直撃上昇グナ衝撃ショーステキ焼き初期ショードはちょっとじゃなく直撃上昇グナ衝撃ショーチェキヘビ初期ショードはちょっとじゃなく直撃上昇グナ衝撃ショーステキ焼き俺はティンボーよりもジョーランで飛ぶでかく浮いてる月にいっそ届く目玉水晶映る先は遠く不意つく現実かライフリスク誰かのフリスル雑音と消える B オリジナル口緑に着せる短冊願うよりは見ていると感覚お吐き明日へつなげるおお今だほら騒ぎな明日はレニーデイうるせえブラウンか今日の後悔明日に蹴飛ばしな雨が流してきっとプラスになる Ayo Ayo と歌わせフローそれで上がった景色と儲けも握り締めてまた次の表現をスーパームーンに照らされたフォーメーション超ショックな衝撃ショーチェキヘビーショートはちょっとじゃなく直撃上昇グラ衝撃ショーステキ焼きショートはちょっとじゃなく直撃上昇グラ衝撃ショーチェキヘビー初期ショートはちょっとじゃなく直撃上昇グラ衝撃ショーステキ焼き初期ショートはちょっとじゃなく直撃 DJ ワタライこの
この合間にもプロドリンクを我々は飲んでますが次にやる曲なんですけど、皆さん夏はお好きでしょうか。まあまあ夏生まれなんですが僕はあんま好きじゃないんですけど本当、まあ夏もいいとこありますけど、はい、嫌なところをついてるんでこの曲は、はい、そうですね、嫌なところをついてるんでまあ共感してもらえたらいいと思います。めちゃ同意です。お願いします。暑くないですか、まず。Just summertime, yeah, yeah. あっち。Just summertime, baby, yeah, yeah.夜も汗ばむ季節が訪れ、昼間にはうるせえセミしぐれで、なんかやる気も暑さにそがれ、気だるさを誘うエアコンの風、道路に影の着るシャツくたびれ、古い熱ポドル伝う中でみな好きそう、ビーチも気が乗られ俺17日の夏生まれ、太陽は好きだが本気出しすぎ、唯一の感謝ギャルが全員薄着、雨降りゃジメジメなくす歩く気、旅注意だろ瓶詰め中身、車内は暑さでしかめっ面、ハンドルはまるで焼けた鉄板、昼飯の後のジョブはメンタルやられ、ダンスじゃなくとこに Get down Get down Yeah yeah Just summer night Baby Yeah yeah お前が悪いわけじゃない、でも俺も悪気全くない、 Just summertime yeah yeah Just summertime baby、 お前が悪いわけじゃない、でも俺もレレクソつけない、 Just summertime yeah yeah Just summertime baby、 もちろんいいとこもあるな、野外フェスとか楽しそうだ、一口目のコロナはマジでうめえな、でもウイルスより日差しに気をつけな、歪んでるように見える水平線、うまく感じないタバコに火をつけ、暑そう警備にご苦労さんですと心叫びすぎる横目、緑は美味しげ気持ちがいいね、食いもんは一瞬日持ち悪いね、バックのウイスキーがちょっと熱いぜ、体温も上昇テンション高いね、寝つきが悪い夜、ベッドよりも畳が心地よく、こんな時に口ずさむ、こんな曲がやけに耳に残る、お前が悪いわけじゃない、でも俺も悪気全くない、 Just summertime yeah yeah Just summertime baby、 お前が悪いわけじゃない、でも俺もレレクソつけない、 Just summertime yeah yeah Just summertime one more, one more. baby、 お前が悪いわけじゃない、でも俺も悪気全くない、 Just summertime yeah yeahJust summertime, baby. お前が悪いわけじゃない。でも俺もレレクソつけない。Just summertime, yeah, yeah. Just summertime, baby. ありがとうございます。もう早いとこで歌丸さんが欲しいって言ってたビートになるんですが4月26に2人で出させていただいて、まだまだがっつり聴いてほしいので、うん、この曲は本当一日一日を大切にしようっていう曲なので、ぜひ聴いていってください。日めくるカレンダー、太陽と月の狭間、時は止まらずめくるカレンダー、今火をつける先端、浮いてるソウル、仲間とエクソデス、きらめくりめくられるカレンダー、 Yo Listen、 突然雨が降られた、特別なこともない場面が、日をめくるカレンダー、嘆く言葉上見りゃ晴れ間、なんかカレンダー、体ポイズン、吐き血が冷めた、舐めた空中はかりがエラー、書いてバス、記憶を飛ばした、映した景色パックを残した、ソークマフローならメイクするライフ、バボ弾ける様すらロックするマイク、適当な街角重なるバイブス、ダンスグラッシュを重ねるスパイス、
アラパケ踏みつけアップ大臣夢見るゲッマネオーバーリガライチン色眼鏡外して出した答えはてめえに宿る目の奥のファイヤー太陽と月の狭間時は止まらずめくるカレンダーあれがこれがと言ってるない暇に追われその足止めるのか今気をつける先端ほら浮くそうだ俺と奴らと幻想をエクソダス生きらめくりめくられるカレンダーで俺一つのマイクに発見だ東の空光火をつなぐムカつきの朝も目に眩しく近く遠くのダチにも届く Peace over you また火をめくる Oh oh 過去バッテン四角丸採点しても意味ねえ振り切る制限神祈る振りそぼえと再戦サクセスより周りをよく愛せる呼吸ついてるこいつの家また一人二人増えこいつら見て焼くか正面壁には賭け中子の泣く声じゃあまた明日ねブラックの車反射するネオンに黄昏館長はいるミネーション泣いてたカラスが家路に着く決まって西へと火なら沈む太陽と月の狭間時は止まらずめくるカレンダーあれがこれがと言ってるない暇に追われその足止めるのか今火をつける先端ほら浮くそうだ俺と奴らと幻想をエクソダス息がめくりめくられるカレンダーで俺一つのマイクに発見だありがとうございましたアコロック聞いてくれた方もマジでビッグアップ歌丸さゆりさん改めてありがとうございました、ありがとうクール DJ ワタライここまでクール ×DJ ワタライスタジオ生ライブをお送りしましたクールくん最高やっぱねカレンダーはねこれ以上いい曲ができませんだからこれで正解でしたはい、ということでアトロックスペシャルライブをお送りしました本当にありがとうございました後ほどまたクールさんそして DJ 渡辺さんにお話を伺いつつ皆さんから届いた感想メールをご紹介していきますはいメールまだまだ受け付けております宛先はローマ字で歌丸 @tbs.co.jp までお願いしますアフターシックスジャンクションこの時間はライブ&ダイレクトをお送りしています今夜はクール ×DJ 渡来お二人によるアフトロックスペシャルライブこの第6スタジオから生でお送りいただきました改めてクールさんそして DJ 渡来さんありがとうございましたありがとうございます最高でしたかっこよかったもう、あのステージ運びっていうかとあの間の MC からの持ってきもすごいいいしもうまっきりですね俺ちょっとちょうどこのアルバム聴きながら今日渋谷の街をですね、はい、用事あってずっと歩いててマジやだわーその夏その夏前の歌詞共感しながらですね、はい、俺もそもそも夏反対派なんで、はい、なんで一緒です。はい、すごく夏生まれの人そういうこと言っていいのかなと思ったけどそういう曲だもんね。はい、そうなんですよ、ね。どっちが悪いわけじゃないけど、そうですもんね。うん、あとやっぱりその本当にあのさっき綿さんが言ってたようなすごいストレートなラップなんだけどちょっとメロディックでみたいな、うんうん、ちょっと節回しとかすごい耳に残ったりとか、うんうん、サビの作りとかも含めてもう完璧ですよ、ね。ありがとうございます。これぞヒップホップっていう感じでございました。はい、綿さんもありがとうございます本当にね。あと二人ともねいい感じであのやっぱライムスタープロデュースプロドリンク飲んでいただいて、本当に美味しいですか。本当に。いいナイス。美味しいです。本当に美味しい。ありがとうございます。ということで皆さんから届いたメールバシバシメール届いてるんでご紹介しますね。バイフーンさん、クールさんのラップかっこいいですね。自分のヒップホップスタイルを確立していてそれを心の底から信じているような力強さを感じます。ストレートな日本語ラップもめちゃ好きです、これぞクールジャパンなところでいただいてます。ラーさん、クールさんは、以前 MC バトルの大会アドレナリン、×キングオブキングで、優勝された時の、物販でアルバム、風呼ぶカモメを買わせていただきました。今作のアルバムもめちゃくちゃクールで夏生まれリピートしてます。 ありがとうございますとかね、マドさん、歌丸さんがおっしゃる通り日本語ラップ改めていいなと思わせるクールさん、まさかの渡来逆指名納得です、こちらもアマドリンク片手にやっています、もっとバトル出てほしいなんて声も来てますね。アマドリンク、うん、あとフラリンさんはですねクールさん初めてお聞きしたんですがレイドバックした感じがとてもタイプで早速ダウンロードしました。 MC での優しい感じの話し方が繰り出されるラップやばいっす、8月も終わりに近づいているこの時期にリピートします。トラックも最高です。ずっと聞いてたい。ありがとうございます。メールもいっぱいいただいてます。さてさてということで、ぜひですねお二人からお知らせことなどお願いします。じゃあクールさん、はい、そのバトルなんですけど9月17日にあの馬頭という
うん、MC バトル、はい、あのキャッスルレコード主催のジオさんがやってるのに、久しぶりにバトルやらせてもらうと、あと9月23日の土曜日にあの松本市のリンゴ音楽祭に、うん、出ますので、よかったら遊びに来てください、はい、そっちのあたりの人はね、はい、ね、はい、さあ、そしてあのバトルはちょっと検討を お祈りしております。ありがとうございます。そして渡来さん、はい、僕の方は、今度の8月27日の日曜日にあの、有明東京ガーデンシアターで凱旋 MC バトルにあのバトル DJ として初めて参加させていただきます。それから次の日の8月28日の月曜日、新しくできましたあの恵比寿のブルノートパレス、うんうんうん、で、うん、ライブがマリアさん、はい、でここであのまた、DJ、 これはもう普通に DJ プレイなんですけども、うんうん、あのやりますので、あの、うん、ぜひお時間ありましたらお待ちしております。あと、まあ、レギュラーのいろんな DJ のね、そうですね、ありますもんね、はい、はい、ということでお二人ともなんかあの最高のコンビネーションを生で見れてよかったです、うん、ありがとうございます、うん、ありがとうございました。今日 もっと作んなよって言いたくなるからでもできちゃうんじゃないこれ。もういや、もういっぱいやりたい、機会があればいくらでもやりたい、最高の相性だと思う、運命の人だと思ってる、ね、おおいやでもそれは いいな、うん、なんか運命の人だと思ってる、思いだなんだこのイチャつきいやでもそれも納得の、本当にオールウェル素晴らしいアルバムでございました、うん、いはい、あの今日のライブも最高でした、ということで本日はライブ&ダイレクト、ゲストはクール ×DJ 渡来のお二人でした。クールさん、 DJ 渡来さん、ありがとうございました。ありがとうございまし ました。奥さんも喜んでます今夜のライブ音源もう一度聞きたいという方、ラジコのタイムフリー機能で来週の水曜日まで聞き直せます。どうぞご活用ください。そして明日のこの時間は7月にアーカイブ AN19 をリリースされましたゆきちか作面さん登場、あすきゆきちさんもスタジオにお越しいただけるということで楽しみにしております。さらにお知らせの後は番組内番組サンバザンの夢を